前進。歩兵部隊は EMC に随行せよ。 EDF EMC の射程まで前進する。耐性物エルギヌスを確認。エルギヌス、活動を停止しています。攻撃は控えろ。目標地点まで前進し待機せよ。EMC の射程は短い。今のうちに接近する。それも知らず進め。接近するまで攻撃するな。耐性物ってのはあれか。でかい。まもなく空爆を再開する。空爆によってエルギネスは動けない。次の爆撃で最後だ。1台1億ドルの EMC も今回は出番なしか。何が目的なんだ。空爆でエルギネスにとどめを刺す。 EMC は万一に備えて待機せよ。全車停止。遊びじゃない。分かってるのか。幻を見た。俺は誰よりも歌がうまい。どうかよ。引き金を作るのに受けてないぞ。断る。空爆開始。俺を援護しろよ。後方支援任務に志願した。最前線は頭を超えないと思うよ。あとは外れたか。最悪だ。エル技術が起き上がったぞ。生きてる。空爆に耐え上がった。耐えたどころか傷一つないぞ。奴は動けなかったんじゃない、寝てただけだ。こっちに来るぞ。怒り狂って。 EMC 攻撃を開始せよ。 EMC 照射準備。方位修正、照準固定、出力上昇。ダメージ固定。無理だ。リアル消化。 EMC 照射。2つ目。まだ速度あるよ。イエスだ。歩兵部隊は EMC を守れ。
何だと？詳細に報告せよ。新たな敵、海生物です。2体目の海生物だと？海生物が接近している。 EMC フォーメーションを整えろ。おい見ろ、海生物だ。攻撃の許可を。よろしい、全射展開。フォーメーションベータ、2体目の海生物を攻撃せよ。勝者。歩兵部隊 EMC を守れ。2体の海生物が同じエリアに現れる。奴らは引き寄せ合っているというのか。フルパワーで照射せよ。これ以上はシステムが持たない。なんという生物だ。エルギヌス以上の生命力を持っているとは。奴を倒すためには作戦が必要だ。残念だが今回は撤退する。が接近中です。このエリアに現れる敵としては過去最大の規模です。現在防衛プランを立案中です。